ビクテマーケットラウンジへようこそ。ビクテジャパンの萩野です。本日は弊社のシニアフェロー、市川との対談です。じゃ市川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビクテジャパンになりましてから初めての対談ですね。そうですね。7月1日からビクテジャパン、ビクテ投資投資顧問からビクテジャパンに、名称変更させていただきました。あと市川さんとも対談 お久しぶりですね。よろしくお願いします。そうですね。よろしくお願いします。で今日は本日7月の13日、時間1時半なんですけど、今日の夜アメリカの CPI 値これ発表されますけど、はい、結構これマーケット影響を与える可能性ありますが、今全般的にどんな感じで皆さん予想している感じですかね。そうですね、5月がですね、全体で前年同月比 8.6% ということで、非常に高い消費者物価の上昇率になりましたけれども、6月はですね、それをさらに上回って場合によっては 9% にいくのではないかといったようなところにですね、今マーケットのコンセンサスがあるのではないかというふうに思いますね。そうですよね。で足元CPI 値かなり高い状態なんですけども、はい、この1ヶ月間ぐらい、長期金利、あるいは短期金利、上げ下げをしながらどっちかというと下降傾向にあって、そうですね、はい、あと予想インフレ率も今日現在、今例えば10年もので予想インフレ率アメリカですね、 2.31% 程度、はい、で2年の予想インフレ率も 2.90% 程度と、はい、ちょっと一時に比べてかなり下がってきていて、このなんか 8% のインフレ率と予想のインフレ率 のあまりのこのギャップが起きてるんですけど、これどう考えればいいんでしょうか。そうですね、1991年の12月の25日にですね、旧ソ連が崩壊をいたしまして、それ以降アメリカ一極主導の下でグローバリゼーションが始まって、世界市場が統合されていく中で、主要国に関して言えばインフレが、ほぼインフレから解放されて物価が安定する状況になったわけですよね。でその、30年間、1991年からの30年間の平均のアメリカの消費者物価上昇率って 2.2%ですから、いわゆる FRB が目標としている 2% が、ほぼその水準で安定してきたと。で、一つにはですね、やっぱり私たちの慣性の法則というか頭の中には、所詮物価っていうのは上がらないんじゃないのかっていうですね、そういう基本的な考え方があって、 2% というのはかなりですね、強いマインドセットになってるなという感じが一つあります。と同時に、やはりここで、6月の14日15日の FOMC でですね、 FRB が 0.75% の利上げをして、かなりですね、このインフレを抑制するということに対する強い意欲を見せている中で、実はそのことが実体経済を悪化させていく、つまり、先行きですね、リセッションになっていくんじゃないかという見方もここに来て市場の中ではかなり広がってきていると思うんですけれども、それがですね、いずれは利下げになるということをですね、今マーケットは見ているのかなというふうに思います。萩野さん、その辺いかがですか。いや、だからここ半年、ここ半月1ヶ月間ぐらいの動きって、資源価格の下落、はい、原油価格、あとはどうだ、そういったものも含めて、下落傾向にあって、どちらかというと景気の悪化を見てるマーケットなんじゃないかな、私もすごい感じるんですけど、ただ足元の物価とあまりにも開き、あとは失業率が 3.6% でしたっけ、はい、そうですね、アメリカ、はい、そこからするとかなりの開きが あってですね、ここから急速に悪化するっていう、イメージなのか、そこがちょっと読みづらいなっていうのが本当に思ってます。そうですね、アメリカですね、これは1ヶ月前の5月になりますけれども、5月のですね、求人数が1120万人ということで、これで11ヶ月連続で求人が1000万人を超えていて、その一方ですね、求職者の方が今590万人ぐらいですから、230万人ぐらいですね、求人と求職者の間にギャップが生じていて、それだけアメリカ深刻な人手不足になっていると。なので、事業者企業はですね、賃金上げないとなかなか、人を雇えない状況になっていますので、これ多分この景気が減速していくという感覚と、それからこうしたですね、労働需給の逼迫っていうのは、
これが一緒にあるっていうのはなかなか珍しいですよね。だと思うんですね。ですよね。でそのどちらが強いのかっていうのを今はなかなかマーケットが見極められない中で、ただやはりこれだけ利上げをするとどうも先行きは景気はまあ落ちていくんじゃないかっていう方がなんとなくこう強まってきてるっていうのが今の市場の現状ではないかなと思いますけどね。うん、そうですね。ただその、まあ、今ちょうどあのスタグフレーションに、まあ、スタグフレーションというのは、はい、あのまあ、景気が後退する中で、まあ、インフレ率が高い状態の、はい、まあ、それスタグフレーションって我々呼んでますけど、まあ、そういったことが起きるんじゃないかっていうふうに、まあ、予測する方は、まあ、かなり増え始めてきてますけど、はい、ただあれスタグフレーション起きた1970年代、はい、まあ、今からでいくのはもう50年もう前の時ですけど、はいはい、あの頃ってあのアメリカベイビーブーマーで労働人口の人口すごい増えてた時期で、はい、伸びてました、はい、ね、労働の供給量があったんですよね。そうですね、労働力、まあ、今回、はい、そこはもう大きく違うところで、多分これだけアメリカが人手不足になっているって2つあると思うんですね。で1つは、まあ、ドナルド・トランプ前大統領の時代にですね、移民の流入を抑制して、でさらにこの新型コロナで、まあ、完全に移民の方がアメリカに入っていくのが止まったと。でこれまでやはり移民の方が入ってくることによってきつい仕事を低賃金で引き受けるっていう、まあ、これいいか悪いか別にして、これがアメリカの労働コストをかなり安定させた部分があると思うんですけれども、まずそこがなくなってしまったと。それともう一つはですね、やはりまあ新型コロナの場合はどうしてもですね、その高齢者の方で年齢の高い方で基礎疾患をお持ちの方が重症化しやすいということで、まあ、あの2020年の4月にですね、2100万人がレイオフされて、でまあ、景気が戻っていくに従って仕事に、まあ、復職していくわけですけれども、そのうちのですね、比較的年齢層の高い方たちがその労働市場にもう戻ってこなくなっちゃって、うん、リタイアしてしまったと。でこの2つって結構構造的な要因で、じゃあバイデン大統領はまあリベラルですと、でも今のアメリカの政治状況から言って移民の方はウェルカムですよとバイデン大統領が言えるかっていうと、それはそうではないと思うんですね。ということは結構人手不足は、あの多少の景気のこの浮き沈みはあるとしても構造的に続いていって、その間それなりに賃上げ率は高いのではないかということを考えるとですね、あのまあある程度その個人消費その支えられて経済はまああの一時的なリセッションになったとしても、まあマイルドリセッションではないかということと、それと賃金が上がるってことはやはり価格転嫁されて物価上がりますから、意外と物価上昇率は高止まりの状況が続くんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけれども。いや私ですね、先週あのヨーロッパ行ってきたんですね。はい、はい、で向こうの現地の人間たちと喋ってましたらですね、あの今一番こうヨーロッパの中で景気減速しているのは、まあ、一番早いのが今イギリスじゃないですか。はい、でそのイギリスでロンドンですごくあの労働需給逼迫してるんですよ、うん、でだからもうアメリカと同じで結構労働需給逼迫してて、やっぱ賃金アップ起きてるんですね。だからそのアメリカだけの現象じゃないっていうのも、うん、そうですね、今回特徴的で、だからそう考えると、はい、その何でしょう、2年先の、まあ、先ほどの期待インフレ率 2.91%、はいはいはい、本当ここまで下がるのかなっていうのがですね。いやこれですね、まさにですね、まさにこれ世界の分断だと思うんですよ。あイギリスがなんで人手不足になってるかって言えば、これブレグジットしたことによって、あおしゃれですよ、ヨーロッパからの、はい、あの移民の方たちが来なくなっちゃって、であのガソリンを運ぶようなそのタンクローリー そのドライバーの方とかがですね、どんどんいなくなってってしまったことによってガソリンの供給がままならないとかいう状況になったわけですよね。でアメリカもやはり、まあ、トランプさんの時代からですね、移民の流入を抑制しましたし、まあ、そういう意味ではこれはあの大きな枠組みで捉えると、まあ、私たちがずっとここのところ考えてきた世界の分断が起こっていて、それによってその労働力も世界的に最適配分されないので、結果的にそのあるところでは人がもしかしたら余ってるかもしれないと、うん、でも多くの先進国においては人手が不足していて、その結果としてその景気がそんなに良くないのに賃金が高止まりするっていう状態が、まあ、起こり得るとすれば、ハグさんおっしゃるようにですね、その2年後に物価上昇率が 3% 割るかなっていうところについては非常にあの私も疑問に思いますね。そうですよね。あともう一つ足元 の、まあ、アメリカの10年国債を見ると 2.97% で、はいはい、
で2年債が 3.05%、 要はある意味我々が言う逆イールドになってきて、はい、まあ、2年債が10年債を超えてくると、だいたい半年から1年後にはまあリセッションに陥ったっていう、まあ、その金利の形状でいくと、もう要は景気後退局面になりますよっていうことをシグナリング出してるんですけど、これもですね、はい、足元また話戻るんですけど、失業率 3.6% なんですけどどうなのかなみたいな、結構、ね、まあ、やはり先ほど申し上げたことですけれども、私たちがその経済を考えるときっていうのは、どうしてもですね、30年間物価安定の時代が続いていたので、やはりそのことが前提に所有の条件になって物事を考えてしまうと。でところが、実はこの5年間ぐらいで世界はもう大きく変化していて、でそれはアメリカと中国、米中が覇権を争う時代であり、でかつですね、その資源国と非資源国、非資源国の先進国の間でもですね、対立が起こっているっていう、この複雑な分断の構造の中で、頭を切り替えて今まで正しかったことが実はそうじゃないかもしれないっていうことを考えないと、きっと間違えてしまうんじゃないかなという気がしますけどね。うん、なんか30年間もう1990年初頭から続いた、まあ、グローバリゼーションが、はいはい、グローバリゼーションというのは最適のこう安い労働が提供できるところで最適なものを生産するとか、そういうことで、はい、世界全体の物価水準を押し下げる効果があったのが、要はこう分断の時代になって、はい、なかなかその最適なところで作れなくなるとかね、なんかどんどん上がるような、はい、そのか もしかしたら今後5年10年単位でこの可能性、これが続く可能性があるとそう、ね、いうことを考えた方がいいんじゃないかっていうのが我々の意識ですよね。そうですね。ですので、まあ、エネルギー価格の上昇自体はですね、まあ、もうここからさらに、2倍3倍になるということはないと思いますので、まあ今年の年末ぐらいになればですね、前年比で見るとおおむねこう横ばいの方向になっていくと思うんですよ。でそうするとアメリカの物価上昇率も、まあ、今の消費者物価上昇率、その8とか9とかいうレベルではなくて、もしかしたら 5% とかいうところまで落ちてくるかもしれないですね。でその落ちてくること自体は、まあ、物価が安定する方向に向かうんですけれども、じゃあそこから先ですね、そのかつてのような 2% まで下がるかって言われると、いや実は 4、5% ぐらいのところで結構こうダラダラとですね、高水準が続くんじゃないのかなというふうに私は思っています。全然ちょっと違う世界になりますよね。そうですね、これは全く違う世界です。でもその発端というのは、やっぱり、まあ、通貨を相当吸ったというか、したことによるということで、そうですね、これはもう特に、まあ、新型コロナでやむを得なかった部分というのはあると思うんですけれども、ただ主要中央銀行が揃ってですね、大量に通貨すりましたし、まだアメリカ FRB やですね ECB はその通貨をすりすぎたことに対するですね、この回収作業というのもすでに始めたわけですけれども、日銀だけはこれ始めてませんの で、 そ う、 で、ね、そうするとこの金融政策のギャップがあって円はもっと売られるんじゃないかっていう、こういう状態にも入ってきてるんじゃないかと思いますね。うん、そうですね。でもこれ円が、まあ、そうですよ。だから日銀だけ金融政策を変えられない。変えられない。はい。2% 超えてきたんですけどね、消費者物価指数。そうなんですよ。ただ、まあ、黒田総裁、6月17日の政策決定会合後の 会見でもですね、まあ、これは我々が望んだようなその物価上昇ではないと。で、望んでないがゆえに望むような物価上昇になるまで金融緩和しなきゃいけないって言ってるんですけども、いやそんなこと言ってたらもっと円安になって、もっと輸入物価が上がって、我々が生み出した富をその石油だ、それから小麦だを買うためにもっとたくさん払わなきゃならなくなりますよっていうことに対する答えっていうのはなかなかおっしゃらないんですよね。僕はそのキーのポイントっていうのがですね、日本人がその、円に対する信任まだかなり強いんだと思うんですね。それがどう変わるかだと思うんですけど、1970年代 のニクソンショックっていうのが、はい、まあ、基本1960年代にアメリカがこうベトナム戦争等をいろいろ行って財政をこう放慢に使ってですね、で実際にあとドルも相当大量に印刷して、はい、それに大体気がついてきた、まあ、なんでしょう、例えばヨーロッパの国々とか、はい、アメリカ人も含めて要は、
ドルを売って金に換えるっていう。そうですね、はい、それでまあ要は最終的にアメリカのドルがまあ、アメリカの国自身が持ってるドルがなくなってきて、はい、で日本の、まあ、まあ要はドルの効果を停止したっていう、あドルと金の効果を停止したと思うんですけど、はい、あれやっぱりドルに対する不信感が起きたからと思うんですけど、ね、まだ起きてないんですよね。そうですね、ドルに対しても起きてないし、円に対してもまだ起きてないですよね。はい、まあ、少しなんかそういう兆候が見えてきてる気はするんですけれども、ただ大きな流れにはまだなってないと思いますね、うん、そうですよね。なので金も、下がってると、うん、私も見てるんですね、うん、まだですから通貨のドルに対しても円に対する信任がまだそれほどめちゃくちゃ揺られてないので、うん、まだその通貨シフトが起きてないというか、まあ、そんな状態なんじゃないかなとは思ってるんですが。そうですね、だからこそ逆に言えばですね、これからまあその通貨の信任が崩れるリスクっていうものに対して我々がどう備えていくかっていうことを真剣にまあ考えなきゃいけないタイミングに来てると思いますし、うん、今はまだ萩野さんおっしゃるように、完全に崩れている状況ではありませんので、これ崩れ始めるとですね、それこそそのパニック状態になって、その劇場で火事が起こって多くのその観客の方がですねドアに向かって殺到するような状況っていうのが、まあ起こるリスクっていうのはかなり高くなってきてるっていうことだと思うんですね、うん、であればまあやはりですね、粛々とまあ秩序だってですね、そのリスクに備えてまあ危険な劇場からはですねこう撤退をしていくっていうですね、体質をしていくっていう、まあ、そういうことをですね、やはり私たち個々人が考えていかなければいけないステージに来ているのではないかと思いますね。うん、そうですね。でもその時ってやっぱりあれですよね、一つのアセットクラスっていうか資産に集中して投資を行うのではなく、まあ、分散して持つ。そうですね。はい、でまあその中に例えば金もあるでしょうし、まあ、いろんなさまざまな資産、株債券含めて、はいはい、まあ、ここから特にこの1年間相当株も債券も相当下がりましたから、そうですね、そういった観点からすると逆にこう分散投資開始しやすいタイミングなんじゃないかなって、まあ個人的には思うんですけど、ただ足元まだ不透明な状況、これ多分続きますかね。続きますよ。そうですね、まあ少なくともやはりアメリカの利上げがどこまでそのいかなければいけないのかといったようなことをですね、まあ、考えなければいけない状況であるということは、これはやはりマーケットにあたるインパクトは大きいと思いますし、まあ、そういったことがですね、その具体的に言えば逆資産効果のような形で実体経済に与える影響もあるわけですよね。うん、この辺、萩野さんが数字をお持ちだったと思うんですけれども、この6月末現在で世界の株と世界の債券の時価総額が1年前に比べて 18.3 兆ドル減ってるんですね。うん、すごいですね。しかしそれはこれすごいんですよ。リーマンショックの時の2009年の2月、あれ、まあ、それがそこ、まあ、3月は実際そこですけど、あの時で 14.6 兆ドル。うん、IT バブルの時でですね、最大 3.9 兆ドルだったので、まあ、この、なんでしょう、2000年以降最大なんですが、それだけ 18.3 兆ドルって2000兆以上のお金。日本の個人金融資産がほぼ吹っ飛んだっていう。吹っ飛んだんですよ、その時は。まあ、そう今足元6月末だから、それだけ実はまあドルベースで話しますけど、我々円安になっているんでちょっとかさ上げされてですね、 20% まで円安くなってますから、ただ普通にヨーロッパアメリカ含めて相当資産価格は下がったっていう状態になってますね。それで、まあ、そこはですね、やはりこういったタイミングだからこそしっかりと国際分散投資をしていくということでしょうし、それとどう考えてもですね、その資源価格って高止まりはすると思うんですね、うん、で、まあ、これまさにこれが分断の時代の象徴だと思うんですけれども、でその中で例えばその資源を持っているような新興国とかですね、そういったところも含めてその視野を広くしてしっかりと分散投資をしていくっていうことがですね、非常に重要なんじゃないでしょうか。うん、そうですよね。いや本当私もそう思います。まあ、そういった中で今後、まあ、要は分散投資をするにあたってなんか心がけておく点とか、もしなんか最後石川さんの方ありましたら、ぜひ一つよろしくお願いいたします。はい、ここからの投資はですね、やはり3原則があるというふうに思っています。
で一つはですね、インフレに強い資産を買っていくということ、二つ目はやはり金利上昇に強い資産を買っていくということ、つまり金利が上がる中でもですね、きちっとキャッシュフローが上がっていけるような、まあ、企業価値のある例えば株であれば株を買っていくということだったと思います。そして3つ目にはですね、地政学的リスクですね。このリスクを今まで我々はあまり考える必要がなかったんですけれども、まあ、そこにもですね、しっかりと配慮していく必要がある。つまりインフレ、金利上昇、それから地政学的リスク、そして日本の場合はですね、円安が進む可能性というものにも配慮しておかなければいけないと。でこの4つのこと、まあ、グローバルに共通の3つプラス日本の場合は円安っていう、この4つのリスクをですね、しっかりと頭に入れて、まあ、国際分散投資をしていただくということがですね、今非常に重要になってきているのではないかというふうに思っています。そうですね、まあ、でもあれですよね、今マーケット、まあ、年初からかなり下がってますけど、はい、まだこう調整カットとしては道半ばということも頭に入れながら、まあ、投資をするかということが重要だというので、まあ、よろしいでしょうか。はい、ありました。あ、そう、ということで、まあ、ぜひ今後の、うまく、まあ、しっかりとですね、分散投資を心がけることをですね、皆さんにメッセージとしてお伝えしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。